ホーストは止めることができるのか。体重差は66キロです。これはすごい戦いになりますね。いやワクワクしますね。もう K-1 の史上こんなね異色な対決初めてですからね。すごいね、ケースよ。さあその時が来る。いやーすごい試合だこれは。見たことない。見たことないですよ。
子ボブサップが K-1 の概念を壊そうとしています。ホーストのローキックをあれほど受けて、それでもサップは止まってなかった。アーネストホーストから2回のダウン、そして左目の上がカット。ちょっと心配ですね、ホーストは。ちょっとホーストの傷が心配です ね、 いしかしこれは傷の前にもうサップ出てきますよ、これね。ボブサップが止まってる時点で僕ホーストのもうね、もうホーストタイムになると思ったんですよ。いつ量にするかと思ってました、ただ足の痛みは相当抱えてるはずですが、あ、ヨハンボスがタオルを投入したんですか。傷が深いんです、傷が。ご説明申し上げます。1ラウンド終了した時点でアネスト・ホースト選手、左のまぶたを大きくカットしております。お聞きください。ラウンド中にはドクターのチェックにより試合続行させましたけれども、今のインターバルの間の検診の結果、選手の今後もあります。これ以上試合を続行させることはできないというドクターの判断になりました。ドクターストップがかかりました。ご容赦ください。よって TKO 勝ちです。ボブサップ選手の TKO 勝ちになります。ボブサップの TKO 勝ち。アーネストホーストが埼玉で消えた。ボブサップ、お聞きいただきましたように、ただいまの試合1ラウンド終了時点、青コーナーボブサップ選手の TKO 勝ちとなります。ヨハンボスを叩きつけました。ヨハンボス勝ちは本当にね、腹立ったでしょうね。まさかこんなことが起きるとは。これはね、再戦させたいですけどね、本当にね。アーネスト・ホーストが東京ドームに進むことができません。ちょっとボブサップとしては納得できないですよ ね、 あ、そうですね。しかしこれアーネスト・ホーストはちょっと納得できないですよね。納得してないですね。興奮しましたけど、ホーストは納得ね、できないですよね。でもね、ボブサップの途中から、ね、盛り返したじゃないですか、プライドファイターズ。あれはすごいですね。和志さんから花束がボブサップ選手に贈られます。もう興奮しているボブサップ、そして納得いかないホースト。いやちょっと K1 の常識を変えましたね。変えましたね。まさかね、本当 K1 何戦、もうまだ3戦、2戦ですか、2戦の男がね、スリータイムチャンピオンを破るとは思わなかったですね。いやしかし長嶋一茂さん、はい、僕はもう終わったと思いましたよ、ボブサップは、ね、そうですね、やっぱり持ってるよりもかなり打たれ強かったですよね。打たれ強いですね。本当に常識を超えましたね。のりかさんはどんな思いでご覧になってました。いや本当にこんな試合は見たことなかったですし、ある意味本当にいろんな意味で常識外れに興奮しました。常識外れにね、ボブサップかなり足痛めてると思うんですよね。いや相当痛めてるでしょう。いやもうそのローキックあれほど切ってね、立ってた人間ってのはそうはいませんよ。石井館長、はい、改めて館長が見つけてきたこの男、僕びっくりしましたね。えらい遺伝子を K-1 に取り込みましたね、これは。いやまさかね、ホーストがもう完全途中ホーストが倒すと思ったんですけどね。ローキックで倒すと思ってましたよね。石井館長が試合前に話していた言葉、こんなコメントがあります。もしホーストが負ければこれまで築き上げてきた K-1 の概念そのものが崩れてしまう。まさにこれ崩れちゃいましたね。 K-1 そのものを破壊しましたね。ボブサップ東京ドームですよ。すごいラッシュですよ。すごいラッシュでしたね。これガードの上からも聞くと思うんですけど、あのスーパーアスリートが集う NFL の元アメリカンフットボーラー、ただの大きい選手じゃないんです。100メートルを11秒で走り切るその運動能力、2メートル170キロ、そのアスリート能力というものは3タイムスチャンピオンアーネスト・ホーストも飲み込んでいきました。これは館長、はい、東京ドームでタップを止める男が現れるのかどうか。いやでもホーストが倒されちゃったんですもんね。誰が倒せますか。いやもうジェロムしかいないんじゃないですか。ジェロムですね。いませんかね。そうですね。ジェロムに期待したいですね。いやしかしながら、すごい K-1 でしたね今回は。放送終了の時間ですが、このまま K-1 グランプリ中継を続けさせていただきます。いやゴールデンシアターマトリックスは時間を変更してお送りします。どうぞご了承ください。すごいですね。いや完全に勝ったと思ったんですよ、ホーストが、はい、止まった時点でですね、1回ローキック
打ちましたよね。その時点でボブサップが止まった時点でもうこれはホースト。